岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらはおしゃれなバレッタです。今回猫ちゃんがついてるバレッタも入荷しています。パステル系のカラーです。同じデザインでお色が違います。こちらは様々な形のパーツをバランスよく配置しているバレッタです。アップで撮影します。パステルピンクとパステルブルー、バランスよく配置されています。手に持った時の大きさです。金具の部分です。大人かわいい形のリボンのバレッタ、猫のチャームが下がります。茶色ストライプには白猫、ネイビーカラーのストライプには黒猫です。さりげなく猫が揺れて可愛いです。そして後ろの金具の部分です。しっかり止まります。アンティークな感じが素敵な2点です。こちらも猫のチャームが下がります。オレンジブラウンとネイビー、黒猫さんが揺れます。金具の部分です。こちらもしっかり止まりそうです。手に持った時の大きさです。こちらはすっきり細身のバレッタです。ピンク系のガラスタイルが交互にデザインされています。そしてこちらはキラキラ肉球が下がります。金具の部分です。しっかり止まります。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。You can now order from men overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@noropeko